こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon は eBay の21倍稼ぎやすいというお話です。eBay だとですね、稼ぎ量になるまで継続できる人が少ないです。まあ、これは私もやってみてめんどくさくてやめたんで実感を持って言えます。一方 Amazon では稼げずに脱落する人が少ないです。まあ毎日やるわけじゃなくてね、たまに商品入れてればまあ売り上げ継続しますし、まあ、年末、ホリデーシーズンに思い出したようにね、商品ドサッと入れれば、売り上げも利益も上がりますんで、まあ何ですかね、まあやることが少ないんで継続しやすいんですね。で、まあこの稼ぎやすさが数字でわかる記事をね、会員さんがお知らせくださいましたんで、それをちょっとご紹介したいと思います。まあ、この記事なんですけど、まあ要点を抜粋しますと、まず、売ってるライバルの数ですね、出品者数。これが eBay は2500万社で Amazon は200万社。つまり eBay には Amazon の 12.5 倍のライバルがいます。一方、買い主、市場ですね。アクティブバイヤー、一定期間に買う人は Amazon.com は2億7000万人。eBay は1億5500万人。Amazon には eBay の 1.74 倍の購入者がいると。で、これを 12.5×1.74 かけると 21.77 倍稼ぎやすいと。ね。まあ、実際には購入金額の代償とかありますんで、こんな単純なもんじゃないんですけど、まあ、ただ、この数字はおおよそ、まあ、私が感じている数字に合致しますね。まあ、その辺は、先ほど言ったように、eBay だと稼げるようになるまで続けられる人が少ないと。一方、Amazon は稼げずに脱落する人が少ないと。おおよそその比率がですね、同じぐらいだと思います。大体で、5% ぐらい。eBay だと20人やって1人ぐらい、30万とか100万とか、目標の金額まで稼げるようになるまで頑張れると。一方、Amazon の場合はですね、月数万円稼げるようにならない人が20人に1人ぐらい。まあ、これは、私のサポートを受けた場合の話ですけど、まあ、大体そのような感覚です。そんなわけで、もう本当に、Amazon 輸出、桁違いに稼ぎやすいです。ね。eBay が稼ぎにくいって言っても、国内製取り国内転売に比べれば、あと輸入ビジネスね、に比べれば、はるかに稼ぎやすいです。それは、まあ、これ見れば明らかですよね。eBay でも1億5500万人と、日本の人口より多いユーザーがいるわけですね。そんな市場で、十分稼ぎやすい。だけど、輪をかけて、Amazon は稼ぎやすい、ということが言えます。そんなわけで、初心者の方がネットで稼ぎたいというんであれば、もう一押しは Amazon 輸出ですね。特に自己流でやっても、稼げませんので、転売アカデミーのサポートを受けると、より稼げる確率が高くなる。甘いですね。転売アカデミーのサポートを受けずにやると、稼ぎやすいっていうか、商品さえ見つければ稼げるんですけど、逆に転売とかやったことない方は、商品を見つけるのが大変です。そんなわけで商品の見つけ方を中心にサポートしている転売アカデミーのサポートを受ければですね、Amazon 輸出で稼げずに脱落するのが難しいというようなことになります。本日までサポート会員募集してますんで、まあ、この機会に Amazon 輸出始められてはいかがでしょうか。ご入会お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。